わかってる。カズマはのんけだから。どれだけ仲良くなっても友達のままだって。試しにキスしてみる。ビールスキップ。乾杯。今夜は飲みまくるぞ、翔太。あんまり無理するなよ、カズマ。こんな風に毎週カズマは俺の部屋に遊びに来る。それ自体はすごく嬉しい。だが同時に地獄でもある。なぜなら俺は親友であるカズマに片思いしているからだ。今夜も理性をしっかり保たねば。大学入学してすぐだったよな。俺らたまたま同じ講義に出てて。カズマは賑やかだったからすぐ覚えたよ。マジかよそれ。なんだあの陽キャ、うるせえって思ってたわ。はあ？俺なんかノリの悪そうな陰キャがいるなってのが第一印象。カズマがコミュ力お化けなだけで俺は普通だろう。いや、翔太人見知り強めの陰キャオーラめっちゃ出てたって。んなことねえし。まあでも俺のおかげだよね、話すきっかけできたの。同期全員と喋ろうと思ってたんだろ。へへー、そう、それきっかけで友達になったじゃん。まあな。しかし翔太はすげえ喋りやすいしいいやつだし、俺お前と親友になれてほんと最高。そんなに褒めても何も出ねえよ。バーカ、素直に受け取れよな。そう、俺たちは親友だ。親友には隠し事をしたくなかったから。だから知り合ってしばらくして俺は打ち明けた。俺実はゲイなんだ。え？ああ、そっか。つうかさ、それって俺を信用して大事なこと話してくれたってことだよな。なんか嬉しい。サンキュー。そう言って変わらない態度で接してくれた。そんなカズマに俺はいつの間にか恋をしてしまっていた。俺らが知り合ってもう2年か。早いよな。そうだな、あっという間だな。わかってる。カズマはのんけだから。どれだけ仲良くなっても友達のままだって。割り切っていかねえと。ん？理性を保て、俺。どうかしたか、翔太。別に、ちょっとぼーっとしただけだ。近いな、おい。そっか、よかった。じゃあ、ちょっと聞いてもいいかな。うん？ほら、翔太ってゲイだろ？男同士の恋愛ってどんな感じなんだ？てか、どういうやつがタイプ？なんかすげえ気になっちゃってさ。は？ちょいお前、絶対酔ってるだろう。酔ってるけど酔ってない。恋バナ大好きなの俺。一番の親友のお前と恋バナしたいの。確かにカズマ他のダチにもよく恋バナ振ってるわ。そのノリはわかるが、俺が好きなのはだな。ああもう、いや、恋バナって俺は今現在気になるやつもいないしだな。今フリーなんだ。じゃあさ、じゃあ俺とかありだったりする？試しにキスしてみる。はあ、
なんだよ急に、どういうことだ。俺誘われてるのか、襲われてるのか。いやいや、カズマのことだから酔って悪乗りしてるだけだよ、きっと。そう、こーら、からかうなって。ちょっと水でも飲んで落ち着け。酔ってないし、ちょっと試してみろってば。もう、心臓の音すげー聞こえる。ショタ、俺のせいでドキドキしてる？いきなり押し倒されたら誰だって。無防備すぎる。本気で手出されたいのかよ。ダメだダメだ、手を出したら終わりだ。こいつは酔っ払ってるだけ。本当は好きだなんてバレたら、やっぱ俺じゃダメか。あ、カズマ、俺さ、最近翔太のこと頭から離れなくて、女の子たちよりお前と一緒にいたいし、お前の隣に他のダチがいたらなんか胸苦しくって。悪かったな、親友だってのに。こんなやかましくて色気ゼロのやつとは恋愛する気になれないよな。何言ってんだよ。俺の方がずっと前から好きだったから、さっきドキドキしたのだって全部お前のせいだから。付き合ってくれカズマ。本当に俺でいいのか。カズマがいい。カズマじゃなきゃ嫌だ。親友で恋人、最高だろ。だな。おはよう翔太。てか、あれ、昨日さ、お前と飲んでる時なんかいいことあった気がしたんだけど。全然記憶がねえ。へえ、飲みすぎですかね。かもな。いや、頭痛。でも腹は減った。嘘だろ、昨日の告白を覚えてないのか。せっかく両思いになれたと思ったのに。そりゃあの後すぐカズマは寝入ってしまったわけだが。いや、ひるむな翔太、カズマの気持ちはもう知ってるんだ。だから、なあカズマ、朝ごはん食べさせてやろうか。な、いや誰、急にどうした。ちょっと距離感おかしくね。そうか、あこれからは遠慮なく迫って、絶対また好きだって言わせよう。覚悟しとけよカズマ。BL スキップ。 BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。公式 SNS のほか、ファンサイトやピクシブファンボックスも運営しております。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。